皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は楽天証券 FXD リング部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。ドル円。ドル円は現在109円の丸に109円台に戻ってきています。 ユーロドルは1.1909。そしてユーロ円は129円の83。5ドル円。5ドル円は80円の36。1000。このレベルで現在マーケットで取引が行われています。ではチャートを見てみたいと思います。え右側のチャートをご覧ください。こちらはドル円の冷やしのチャートです。ドル円。こう。 え見たら分かりますようにですね、えー、2月から現在のえ3月の中旬にかけてドル高円安が進んで、ここ110円ですね、110円のレベルまで一気にえ上昇してきているというような状況になっています。ドル円は冷やしチャート、右側のチャートですね、見ますと106円の 前半まで上昇して、この上昇の勢いというのがですね、えー、あって110円を伺う、えー、まだエネルギーがあるように見えるんですが、えー、少しその前に左側のチャート、ドル円の1時間足のチャート、ちょうどこの部分ですね、を見てみたいと思います。そうするとドル円は109円の50の手前、まあ、実際には109円の40の手前で、 と、割、え、れ、ー、が重くなってきて、109円の36、9円の32、30、そして、えー、今日の東京マーケット、今のところですね、の割れは、109円の11までと、少しずつなんですが、高値が抑えられてきているというような状況です。ここですね。ですので、少し、えー、まだ、中期的、えー まあ冷やしベースで見ると上の方はありそうなんですけれども、少し気迷いになってきていると、ここから上110円一気にいくようなですね、エネルギーがなくなっているようなイメージがあります。まあ、今週何があったかというと、ですね、今週は大きなイベント、FOMC がありました。その FOMC で、パウエル FRB 議長は、アメリカの経済は着実に回復してきていると。 ポジティブな意見と同時に、ただ、それに対して長期金利は今、上昇しているけれども、これを押し戻すようなことはしないと、つまり緩和縮小したり、あるいはまあこれは先のことになるかもしれないんですが、利上げをしたりして、その金利が上昇する目を摘み取るようなことはしないというふうに FOMC でマーケットに伝えたわけです。 これが為替にとって、特に奴隷にとって何を意味するかというとです、ね、つまり金利は、えー、利上げをしたりすることによって上昇を、えー、FRB が後押しするということはないので、金利差の面でいうとです、ねえー、そんなに、えー、上がらないということで、金利差の縮小。 まあ少なくとも金利差はこれから大きくドルが拡大するということはないというようなイメージから逆にドル円は今までちょっとですね、一気にここの右側の冷やしのチャートを見てわかるようにですね、上がりきってきたところがあるので少し材料で尽くしということでむしろ今はチャンスを見ながら できるだけ引きつけて、おそらく110円の手前、えー、もう少し109円の50から75、このくらいのところまで来たら一旦売ろうというような、えー、動きが出てきてるんじゃないかと、それがこの1時間足で上値、つまりこのレベル109円の50に近づくに従って、少しずつ警戒感が出てきてるんじゃないかなという、そういうようなのがこのチャートから、えー、イメージとして、えー、見えてくるわけです。 まあダウンサイドもですね、ここのところですね、108円のえ50より上、108円の60から80あたりは、一応今サポートになっていますので、とりあえずその下の方も硬い。このレベルを、今週末、今日の、そうですね、海外市場から来週にかけて下の方に抜けていくのかどうか、 とといいいうのがドル円ににつててはポイントになってくると思います、まあ、そういう意味では、来週、そうですね、110円に行くか、108円の前半、もしかすると107円台に入るかというのはですね、そうですね、今のイメージからすると、6割で円高サイド、108円割れ、4割で110円。 えというようなところですね。で、まあ、これはドル円、少し横ばいで上値が重くなってきたということなんですけれども、え他の通貨はどうなのかということで、ちょっと見てみたいと思います、えー。そうですね、こちらの方で少しチャートを変えてみて、今の注目の通貨なんですけども、これがですね、5ドル円なんですね。5ドル円は、えー 昨日、85円の45銭まで5ドル高になっています。この、85円の45銭。これ、冷やしチャートで見ているんですけども、2020年12月。まあ、今年の高値であることは間違いないと。で、週足してみても、も、えー、まだですね。ですから、もっと長いところで見ると、今、ここですね。えー、85円の45銭。 年の高値、えー、そうすると、これはですね、2018年のレベルの、えー、ところまで5ドル円は、えー、上がってきているわけです。長いチャートで見るとですね、次のターゲットというのは90円ということ、あとまあ、短いところで見ると5円ぐらいあるんですけれども、まあ、90円をトレンド的にはですね、狙えそうなところまで来ていると。 いうことが言えます。まあ、これは何が起きているのかというと、これも先ほど言ったようにですね、FOMC でアメリカの、つまり FRB のスタンスとすると、金利は上げないということなんですが、それが相対的に言うとですね、まだ金利の高い5ドルの魅力を高めているということがあります。まあ、これ、まあ、しばらくアメリカの金利が上がらないんであれば、まあ、何も条件が変わらなくても、 やはり金利というところでは少し相対的に5ドルの方が、これは魅力的だなということもありますし、あと、やはりオーストラリア今週の経済指標で雇用統計、オーストラリアの雇用統計ですね。これはとても良かったということで、オーストラリアの経済はリカバリーしていると。これも5ドルの えー、ポイントになっています。ただ一つ、えー、これをですね、これなんですけれども、1時間足で見た場合には、これは冷やしなんです。1時間足で見た場合には、ここは高値85円の45銭なんですけれども、今84円の26銭まで下がってきていますと。 ですから短期的にはですね、ちょっと、えー、加熱感が同じようにあって、調整モードに入っているかなというようなことがあります。ゴードルが昨日から今日にかけて下がった大きな理由というのは、原油価格が急落したということが理由です。ゴードルは資源通貨ですので、このようなゴードル、えー、については、 経済指標だけではなく、原油価格などのですね、価格変動に影響されないの、されることが多いので、それを注意していきたいなというふうに思っています。ただ、ファンダメンタルはいいので、ゴードル円、まあ、下がってきて、あとは原油価格を見ながらということにもなるかと思いますが、えー、おしめ買いのスタンスで、えー、ゴードル円、 黒も面白いのかなというふうに思います。まあ、というのが今週、まあ、ドル円とですね、あと注目の、えー、している通貨の5ドル、ドル円ですね。ということで、来週はですね、えー、イベントとして注目したいのは3月の22日、来週の月曜日ですね。あと24日、えー、水曜日、こちらに のの、えー、両日パウエル FRB 議長の発言があります f o m C 後のパウエル議長の発言だけにマーケットは非常に注目しています。この5ドルそしてドル円の、えー、動きもそもそもは f o m C の決定によって作り出されたというところがあるので来週のこのパウエル 貴重なな発言にには十分注意していいいきたたとと思思ままます。す、ま。トレードチャンスになるかと思いますそして今日については、えー、現在行われている日銀の政策会合、こちらの結果も注目していきたいと思います。今週は以上です。どうもありがとうございました。また、この動画が気に入りましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。また来週よろしくお願いいたします。